葉山は山形県村山市と佐賀市の市境上にある標高線4 6 2メートルの山。全国の他の葉山と区別するために村山葉山と呼ばれることもあるが、地元では単に葉山と呼ばれる。かつては山岳振興の対象となっていた。葉山は出羽山地に位置している第3期の清掃火山で、かつては第4期の火山に分類されることもあったが、 KAR 年代の測定により、419万年前から361万年前の数値が出たため、第3期の火山に分類されている。このように早山はすでに活動を終え、かなりの時間が過ぎた、いわゆる死火山であるが、山体にはかつて噴火活動があった形跡として2カ所の爆裂加工が山頂部に残る。その頃に噴出したものと推定される泥流が山に堆積している。 自然面では山頂近くまでナ林が分布し、高山植物も見られる。湿地帯もある。山頂には奥の院があり、一等三角点が設置されている。葉山は山岳信仰の山として、東北地方一円の尊敬を受けていた。東北地方には葉山信仰と呼ばれる信仰がある。葉山は葉山、葉山とも書かれ、里から離れた奥山に、葉山には 農業の神が住むとされ、季節の折々に山に登り、ここか北条を祈った。村山葉山は特に、縁の淳が山を開いて、以降は、修験道の山となり、山陸に寺院や宿坊が作られ、江戸時代初期までは、羽黒山、ガス山と共に、出は三山の一山に数えられていた。後に、出は三山の一山となる、湯戸の山を奥山に見立て、 その手前にある葉山という形である。葉山の神は、葉山薬師権源と呼ばれていた。ジオン寺も、参照初期には、天台宗真言宗見学のジオン寺が、葉山別当寺であり、この地を漁していた大江氏最上氏の庇護を受けつつ、葉山主源の中心となっていたが、天文年間に、ジオン寺が葉山と関係を断ち、 三号山を奥の院としてからは、葉山の山岳修源は衰退し、いつしか、では散々からも外れることとなった。江戸時代には、佐賀江柴岳にあった、天台州大沿院が、葉山修験の中心となった。かつては十二号の壮大ながらんを誇り、新城藩の庇護を受け、新城藩の祈祷所でもあった。葉山は、農業の神のみならず、 最上川水雲の守り神として、先導からも尊敬されたという。明治時代になると、早間主元はますます水亡し、1946年代沿院の敷地が GHQ アメリカ陸軍大高管練習場の着弾地に指定されると、大沿院への立ち入りが禁止され、寺院は取り壊されて、早間主元はほぼ消滅してしまった。なお、 大炎院は規模を大幅に縮小して1950年に村山市岩野に移転し、寺院として現存している。また、もともと葉山で修験を行っていた坊が、寺院寺の坊として、佐賀江市寺院寺に現存する。山頂に奥の院があり、奥の院の周囲は湿地となっており、高山植物が楽しめる。AB 式典、論文、山形県、村山派ありがとうございます。